スマッシュはあくまでも予測して狙うものです。ですから相手が打ってから判断するのではなく、相手が打つ前に相手の体勢から判断して準備に入らなければなりません。スマッシュで大切なことは打点の判断とそこへのフットワークです。ドビングを予測してコースに対してまっすぐ下がり、コースの真下に入って体の前でボールが捉えられるようにしなければなりません。スマッシュのフットワークは一般的にクロスステップとサイドステップの2つを組み合わせて使われます。まず右足、後ろの足を大きくステップ、ね、ステップしてジャンプと降りるときに右足が前で、はい、その足と同時にラケットと右足が同じになるようにスイングする。で、必ず体が着地する場合は横向きから、横向きから必ず回転をして前向きで降りれるように。